Experience starts here. ANA, World Air Current. J-WAVE ANA ワールドエアカレントポッドキャスティング、今回は12月2日放送、シンガーでバイオリニストのサラ・オレインさんに伺ったシドニーのお話です。バイオリンって何歳からやってる？5歳からですね。5歳か、はい、僕4歳。まあだいたいそうだよね。そのあたりですよね。始めるきっかけとか覚えてます？それは正直覚えてないんですけれど、でも自ら何かのアニメーションを見て、あの女の子が弾いてたのか、そこであやりたいって自分から言い出したみたいな、だから責任持ってバイオリンやりなさいって母親から言われましたね。あ、本当、うん、お父さんお母さんとかも音楽やってたりした？母ですね。母はまあ、あれも、まあ、音楽を教える側、パフォーマーではなくて、うん、家トレーニング、ソルフェージとか、うん、はい、あ、そういう、そうなんだ、うん、はい、そっかそっか。だからそういうのはお母様に教えてもらいながらバイオリンもやった。本当に最初の頃だけですね。でもなんか自分の子供を教えられないとか言ってました。いや、それ分かる。僕もだって自分の娘絶対教えるの嫌だったで、嫌だって言って断った、うん、そういうもんなんですね。うん、なんかほら、いや、真剣にやろうと思えばやろうと思うほど、やっぱほら怒んなきゃな、叱らなきゃならないし、うん、仲悪くなるの嫌じゃない？そうですね。シドニーで生まれた？生まれ育ちました、はい。生まれ育ちがずっと、はい、いくつまでシドニーだったんですか？うん、留学するまでなので、もう20歳過ぎ、うん、もちろん旅行とかはいろんなとこ、日本も来ましたけど、うん、はい、でも基本ずっとオーストラリアです。そうか、はい。日本はどういう存在だったの、この自分の中で、オーストラリアで、まあ、育っていく中では、うん、ある意味、こう無意識に近い存在だったのかもしれない。その、まあ、母も日本の血ほとんど入ってますし、うん、結局和食も食べてきてましたし、あのでアニメ、よく吹き替えですけど、見てたアニメ、あの日本のアニメだと分かってるものも分かってないものも、ああ、そうかそうか、うん、そういう意味ではあの触れては来ていたはずなんですけど、うん、でも言語だったり日本はどういう国だっていうのは、うん、もう本当にそこまで詳しくなくて。そうだよね。だからそれはやっぱり大学に入って、うん、私ゴールドが好きなんですけど、色として白とゴールドで、うん、でなんか文学の授業に The Golden Pavilion っていう本が出てきて、はい、なんだろうと思って読んでみたら三島、そう、三島でわーっと感銘を受けて、もう日本に行きたい、日本、彼の行った大学に行きたいと思って勉強して、で日本に留学。すごい。それがさ、行きたいと思って勉強したからって東大入れないからな、普通。頑張りました。頑張ったね。うん、でもサラはいつからその日本語を勉強し始めたの？大学生から。うわ、すごい。本当、うん、大学生から。一から全部だ。本当にゼロからですね。でもそのアニメが好きだったので、もうラピュタも例えばジブリも、うん、毎年のように見てたからストーリーも分かってて、今度日本語で見るっていう。あ、英語でまず見て全部ストーリーを把握した中で、今度は日本語で見たら日本語の勉強になるっていうこと。そうです。すごいね。日本に来て、そのまあオーストラリアとの生活と随分違うと思うんですけど、うん、何に一番こう、こんな違うな、違い感じました？よく聞かれるんですけれど、でも自分の場合は、あんな大自然のオーストラリアで育ったのに、親が厳しくて、うん、あのむしろ日本に来てこう、あ、自由ってこういうもんなんだなっていう、初めて離れて親から。それだけじゃあ、そのちっちゃい時は、まあ、バイオリンを中心に英才教育バリバリだったんだ。そうですね。厳しかった。厳しかったです。うん、遊んだ記憶あんまりない？外で。ないです。ほとんどゼロに近いかもしれない。もう日本に来てもカラオケオールも行きましたし、うん、もう本当に友人たちと、うん、まあ、授業としてもだし、本当にまあ旅行、北海道から沖縄も行ってもいいよ、うん、本当にいろんなとこ旅しました。シドニー大学ってどんな大学？まあ、すごく伝統のある大学だろうね。はい、そうですね。これはちょっと誇りかもしれないです。見た目も本当に、まあ、ハリーポッターが一番近いかなと思うんですけど、ああいう古い、もちろん新しい建物のものもあれば、ああいう本当に自然に囲まれて、うん、あの古い建物があって、うん、のびのびとして、大学時代はあのそんなに孤独じゃなかったですね。シドニー大学では何勉強してたの？言、まあ、languages と music というダブルディグリー、はい、あの日本では
多分そういうシステムないと思うんですけど、はい、2つ専攻できるっていうので、はい、まあ、言語学と音楽、うん、言語学としては何をする？最初は イタリア語だったんですよね、うん、イタリア語、はい、イタリア語と、はい、でもその後に、まあ、うん、オプションとして1年生の時に、はい、まあ、違 う, こうアーツ の,、うんうん、あの何でも取っていいというので、うん、まあ、せっかくだから日本語、うん、そうだね、あの、まあ、遊び程度で始めたのがすごい、うん、あ、こんなに深くて本当に美しい言語で文化もっと知りたいと思って、うん、まあ、日本言語学、日本語を専攻、はい、イタリア語をやってたってことは、いわゆるこう、うん、イタリア歌曲っていうかオペラ的なそういう声楽もやっていた、ボイストレーニングっていうかレッスンも、あ、ではないんです、全く。じゃあそうなんだ。イタリア語はなぜかっていうと、まあ、これ中学生の時ラテン語が授業に出てきたんですよ、はい、あるね、うん、はい、でそれにすごくハマっちゃって、お、うん、難しいのになラテン語なんかでもパズルっぽくて喋らないからこそいろんなテキスト読んで、あ、こういう順番なんだとか、そういう発見がすごく面白くて、でラテン語結構ずっとやってきたんですよ、うん、高校までかな、うん、でもまあちょっと話せる言語もっと持って、まあ、もちろんクラシック用語、うん、イタリア語もある、ね、でイタリアももちろん映画とか好きなので、うん、まあ、話せる言語っていうのはロマンス言語イタリア語をやろうと、うん、なるほど、うん、まあ、ラテン語の中の会話の、うん、で発展していったのがイタリア語って言われてるからね、うんうん、はい、うん、そうなの、あの楽譜ね、我々が使 こうスコアに書いてる言葉は全てイタリア語だから ね通じちゃいますよね、そう、アレグロ、ドルチェアレグロノントロンポ、ね、ね、そういうこと会話できちゃいます、ね、そう、だそういうのが僕らもそう、子供の時からずっとイタリア語を読んできてたから、うんうん、愛着はあるよね、はい、我々にとってはね、はい、シドニー僕も何回かは行きましたけど、どうですか、うん、なんか伸び伸びとしますね、うん、まあ、東京から行くと、ね、特にね、うん、あのおすすめ、もしこのリスナーの中でもシドニーに行ったら、うんうんうん、ここは見といた方がいいよみたいなところでおすすめってありますか、うん、でも、まあ、よく、ね、観光ではこういうところってオペラハウスとかいろいろあるんですけれど、はいはいはい、いやでもやっぱり自分の大学かなっていやでもあの本当にあの自然豊かですし、うん、あの写真スポットでもいいですし、うん、シドニー大学はぜひ、うん、多分思いつかないと思うので、うん、なんで大学って、ね、でも僕もびっくりすると思います、そうだね、はい、うん、いや本当そうなんですね、あの学校巡りっていうのも面白いからね、特にね、その、まあ、オーストラリアもそうだしヨーロッパなんかもそうですけど、古い学校がたくさんあるからね、はい、食べるものは、食べるものやっぱりビーチ文化なので、ビーチでフィッシュ&チップスは本当に美味しいですよ、うん、美味しいな、うん、あとまあちょっとおすすめなレストランがウォッツンズベイにあるロイヤルズというところで、あまり観光客行かないのですごく静かなところなんですけど、そこであのまあ海辺のレストランで、ドイルズね、ドイルズでもう巨大なフィッシュ&チップスとを食べるのが結構いいです、あ、本当、はい、落ち着きます、フィッシュ&チップスって、いや僕も食べますけど、うんうん、多いよねでもね、日本人にとってはきっとね、チップスの量とかが多くない、ドバーンってくるでしょ、うん、あれがいいですね一つも残さず私だから日本に来たら大食いじゃないかってよく勘違いされるんです、本当、はい、日本来たら 何頼んでもポーション小さいもんな、小さいですけど、でもいっぱいこういろんなものが少しずつ食べれるのは魅力的、そうね、うん、そうね、うん、オーストラリア広い、とっても広いじゃない、僕行ったのは、うんうん、メルボルンぐらいだけど、あとシドニーの他は、うん、他にもいっぱい楽しそうなとこいっぱいあるじゃない、はい、おすすめしてくれるとこってどこがある？これはもう間違いなく西ですね。あ、そう。パースっていうとこ。あ、パースね。本当になんか日本人の方も有名な方も世界一美しいところなんじゃないかなっていう、あのでも本当に自然が豊かで、うん、オーストラリアってみんな、あ、シドニーとか、ね、はい、メルボルンって言うんですけど、うん、パースですね。へ、うん、であとパースからあのロットネスト島っていうあのアイランドに行けるんですけど、うん、フェリー乗って、うん、でそこには世界一幸せな動物がいるっていうふうに言われていて、うん、コッカっていう有袋類、ちっちゃなネズミのような、うん、ちっちゃなカンガルー、こんなちっちゃくて、うん、でもウロチョロいるんですよ。へ、でもあの敵がいないから、うん、人間も怖がらないで、うん、あのだから有名なのは一緒にセルフィーを撮るで、アングルこう下から撮るとこうやってかかがっててすごくニコッとしてるような、可愛いな、うん、だからそれはもう癒しですね。パースってでもかなり遠いでしょ、シドニーから行くと相当遠いよね、うん、遠いですし、ちゃんと、あ、時差もありますね、2時間ぐらい、そうでしょう ね、うん、西の橋、橋か、はい、あ、行ってみたいな、ぜひぜひ、本当行ったりしてください。え、メルボルンっていうのは、うん、
シドニーの人から見たらどういう街なの？東京の人が関西を見るような感じかな。そのやっぱり、まあ、素晴らしいんですけど、でも私、うん、あの恥ずかしいことメルボルン行ったことないんです。本当、はい。まあ、それはちょっと異常かもしれないんですけれど、うんうん、でも、まあ、シドニーの方が都会だったとか、ね、まあまあ、半分冗談で言うんですけど、メルボルンはやっぱりすごく歴史があるんですね、うん、やっぱり街並みもこうちょっと古い感じでアーティスティックな感じなんですけど、うんうん、でもお互いはお互いのバカにする感じな、うん、まあ、東京と関西みたいなもんだな。そう、うん、こっちのがいいでしょっていう。そうだね。あのゴールドコーストとかは行ったことある？ないんですよ。もうオーストラリアずっとシドニーっ子ですよ。そうだね、はい。うん、まあ、でも随分とだってさ、地図見たらぶたまげるもんな。大きいからね、うん、日本でさ、いろんな街行ったとかっていう話じゃ全然違うよね、あそこまで広いとね、うんうん、でもオーストラリアに旅をしたらやっぱいろんな街見たいっていう人がたくさんいらっしゃると思うからね、うん、シドニーの魅力一言で言うとどんなことになる？だからさらにとってていいけど、うん、やっぱり都会でありながらこう自然に囲まれて、だからこ うまく自然と共存できてる気はしますね、うん、でまあ、シドニーだけれどすぐこうブッシュに行けたり、はい、ビーチに行けたり山に行けたりっていう、必ずこう自然と一体になってる、うん、そこがやっぱ魅力だなっていう、窮屈な感じはしないですね。そうですね、うん、だ海も綺麗だしな。綺麗です、ね、なんかあのサンサンと輝くこのサンシャインが僕の中で一番脳裏に焼き付いてるな。そうですよね、うん、綺麗だったな。F 分の1ゆらぎの声ってよく言うじゃん。サラ、これはどういう、何が出てんの？ね、なんかの揺らぎが出てるみたいですね。の川のせせらぎとかってそういうふうに言われて、アルファファみたいなやつだろうな、きっとみたいですね。まあ、自分でももちろん正直分かんないですし、うん、ただ本当に犬とか猫が寝るのは何回か聞いてますし、見たこともあるので、なんか、え、何それは？何、サラが歌ってたら寝るの、うんうん、とか鳥がこう騒いでたのがうってなる、うん、っていうのは見たことはあるので、うん、なんかあるかもしれない。ああ、でも実際本当に美しい声してるよね。ありがとうございます、うん、でもバイオリンやってたら、うん、バイオリンっていう楽器はさ、僕言うのも変だけど、やっぱこう歌にすごく近いじゃないですか。そうです、そうですね、でメロディーを、ね、単純なメロディーをどう歌うのかっていうのがやっぱり、ね、うん、とてもポイントになるから、うん、歌う楽器だからどっちも同じ、ね、ある意味同じ近いと思います。だよね、うんうん、だからきっと、いや僕なんかはほら自分で、ね、仕事では歌わないけれど、まあ、歌大好きだけどね、うんうん、でもさら見てたらすごく自然に見えますよ。だから歌ってバイオリン弾いてるのがすごく、うん、素敵なことだな。サラちゃんのニューアルバムシネマミュージック発売中ですが、これはもうまさしく映画音楽、はい、うん、いろんな映画音楽をチョイスしたって感じ。そうですね、自分が大好きなものと関わった作品、うん、はい、選曲はどんなものになってますか？まあ、すごい、デミゼラブル、デミゼも入ってて、美女と野獣は本家のピーボー・ブライソンと、うん、はい、だったり、もちろん最近のヒットだとララランド大好き。博士さんのバージョンも大好きです。ありがとうございます。あれね、なかなか難しかったですよ、ね、でもいい曲だよね。いいですね、うん、とても面白いね、うん、そして007もあるし、アナ雪も入ってるしっていう、うん、そして英語のリリックで歌うラピュタとか、はいはい、うん、君の名はもうアニメは、はいはい、そうですね、やっぱり自分はアニメを通じて、うん、まあ、日本語も勉強したっていうのもありますし、うん、ぜひその日本の映画っていうのも入れたいと思ったんですね。なるほど、うん、ね、うん、この新しいものっていうのも、ほら映画って古いものにもいっぱいのあるじゃないですか。そうなんですよ、だから選ぶの大変じゃない。だからある意味 どの曲も思い入れがありますね、うん、例えば1枚目のアルバムにニューシネマパラダイスってリリースしてるんですけれども、はい、うん、シネマっていうテーマのアルバムの中にシネマパラダイスがないっていうのは自分の中ではっていうので、もう一回レコーディングし直して歌とバイオリンで表現してみて、その曲アンドレ・モリコーネさん、うん、あのエンニオ・モリコーネさんの息子が愛のテーマ書いて、はい、ね、アンドレアの前でこれアカペラで歌ったことを彼の部屋であって、そういう思い出があったり、そうなんだ、なんか どれもありますね。うん、素晴らしいね、うん、そしてこれはムーミンのやつは何なの、はい、ムーミン映画の主題歌が決まったんですけれど、はい、ムーミンダニとウィンターワンダーランド、うん、で、まあ、実は今回珍しいケースなんですけど、まあ、日本語バージョンウィンターワンダーランド、はい、そして Bring the Snow っていう英語バージョン両方、うん、あの歌うことになって、あら、そうですか、だからありがとうございます、うん、ムーミンもずっと小さい時から見てて、うん、
なんかダークなところが好きなんですね。北欧。そうなんだよね。ムーミンってちっちゃい時普通に何気なく見てたけど、割とこうディープな世界だよね。ですよね。あれね、うんうん。そうなんだよね。大人になったらまたなんか伝わってくるものがあるもんね、うん、ムーミンってね。はい。そして先月にはデビュー5周年記念の、これ何、アナログ版も作ったの？はい、なんか、まあ、5周年でせっかくなの何か作りたいなと思った時、やっぱり音楽関係で、うん、で、あ、LP っていう、 LP ってでももう経験はしてないでしょ。その世代的に。だから憧れがありますね。だからリバイバルじゃないですけど、で大きいですし、こう飾るのも面白いですし、デザインとしてもいいですし、そしてやっぱ音、うん、ハイレゾもすごく素晴らしいと思うんですけれど、うん、だからこそこうあったかい音っていうのもちょっと聞きたくなるっていう。そうなんだよね、うん、あのね、 LP はね、あの僕なんかは高校生までは全部 LP なんですよ。あ、そうなんですか。そうで、大学に入る頃から CD になった。うーん、だからでデビューしたのは20歳過ぎたぐらいかな、はい、の時で、もう LP はなかったんですよ。なのでアナログ版1枚も作ってないの。すごい、でも作りたい、今の話聞いてる。もうバイオリンだったらもうなおさらその温かさが分かる。 それでね、あのね、あのアナログ版って、それこそそのアナログの版にデータ的に見たら全然入っていない、それこそあの F 分の1揺らぎじゃないけど、そういう音が実は聞こえてるんだって。耳には聞こえないけど、そういう、そうなんですね。で、それと同じものはじゃあ何かっていうと、うん、例えば、うん、秋に公園で枯れ葉を踏んだ時の気持ちよさあるでしょ、シャクっていう、はいはいはい、あるいは雪が積もってるところにスッて足を入れた時に感じる気持ちよさに同じその周波数一体が出てるんだって。あ、そうおっしゃるとなんとなくわかります、うん、なんかそういうものって結局なんかほら、まあね、アルファ波じゃないけど癒しみたいな、うん、そういう効果につながるのかなって。デジタルではそこが出ないんだって。なるほど、面白い話だろ、ね、そんな気がするよね、あの音聞いてるとね。それは分かります、はいはい、何かがね、わーって出てるっていうね、はい、うん、A 面 B 面って意識した？意識しました、うん、意識しました。選曲も、うん、あとやっぱり、まあ、CD みたいじゃなくて、こうその前に座ってこう真剣に聞くじゃないですか。こうターンしなくちゃいけないから、そういう良さも、こう真剣に音楽聞くっていうのもいいんじゃないかな。そうだよな。今はね、どん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 配信になってダウンロードして、ね、ププププね、聞きたい時に聞くってあるけど、うん、我々のちっちゃい頃は本当、そのただ言う通りね、あの音楽聞くってなるとレコードプレイヤーの前にちゃんと座って聞いてたんだよ、うんうん、そういう時代がいいなって憧れがそうだよね、うん、僕なんかだっていまだに、まあ、ここも何枚出してるかわからないけれど、全てのアルバム、自分のオリジナルアルバム全部CD なのに、だから関係ないのに A 面と B 面の意識でいつもセットをちゃんと作ってる。あ、うん、ここでちょうど一遍 A 面が終わって、はい、ここから B 面1曲目っていうつもりで選曲するな、いつも。もうこれはもうね、うん、おじいちゃんだから。いやそんなちゃんだね。じゃあ最後に、これはもうゲストの方に必ず伺ってるんですけど、はい、さらにとっての旅って一体何ですか？一言で言うとインスピレーションかな。やっぱりこうクリエイティブな発想へのヒントと刺激になるので、やっぱり旅して、それをまあ、ね、言葉にしたり音楽にしたりっていう、はい、やっぱりインスピレーションだと思います。 ANA World Air Current